こんにちは、のり太郎です。今回の動画は、宝くじを買うなら銀貨を1枚買えませんかというお話をしたいと思います。私はコイン投資を始めたばかりですが、コイン投資をいざ始めてみるといろいろと気づいたことがありましたので、重要だと思ったことについて発信しています。この動画のメリットとしましては、コイン投資に限らず投資をしたいと考えている方のあるあるだと思いますが、意外と家族から反対された経験をお持ちなのではないでしょうか。この動画の意図としては、むしろこの動画を見てくださった方がコインを買う際に家族などから反対された時に正しく反論することができるように、日本人にとって身近なギャンブルの宝くじと比較してみました。今回のポイントは3つです。まず、宝くじはギャンブルなのか。2つ目、モダンコインは実際どれぐらい値上がるのか。ここで今回は、先日超速報でお伝えしたデビットボーイの価格がどれぐらい上がる見込みがあるのかお伝えしたいと思います。3番目、宝くじとコイン投資の比較。それでは1番目に参ります。宝くじはギャンブルなのかということで、この動画を見てくださっている方の多くはコイン投資をギャンブルと混同することはないと思いますが、特に貯金大国ですね、日本においては投資をギャンブルだと考えている人が本当に多いと思います。それどころかむしろ逆にですね、宝くじをギャンブルだと認識していない人の方が多いのではないでしょうか。実は私も宝くじはおみくじと同じようなものだと漠然と思っていましたが、よくよく考えるとただの割の悪いギャンブルだということに最近気づきました。なので、この動画を最後まで見ていただくと、宝くじとコイン比較するのを、それ自体がナンセンスなことだと気づくと思います。それでは突然ですが、宝くじの還元率が 46% だというお話を聞いたことはありますでしょうか。これは確率論ではなく、実際の売上全体に対する当選金額の割合になります。詳しくは概要欄に宝くじの公式サイトを貼り付けておきますので、ご興味のある方はご覧ください。後ほど銀貨の値上がりと比較したいので、だいたい銀貨1枚1万5000円なので、1万5000円で比較したいと思いますが、つまり宝くじを1万5000円買った瞬間に、1万5000円のうち 46% の6900円しか買った人に返ってこないということで、残りの8100円の負けがすでに確定しているわけです。その他のギャンブルの還元率はこの通りになります。宝くじ 46% 総務省、競輪 75% 経産省、オートレース 70% 経産省、競馬 80% 農水省、ボート 75% 国交省、パチンコ 85% 警視庁。この括弧内に省庁が書いてありますが、それぞれのギャンブルの総元締めになります。つまり、還元率を差し引いたお金はこの総元締めに上納されるというわけになります。これを見ていただければ、宝くじはパチンコ競馬と同じギャンブルで、むしろ還元率が半分以下と非常に割の悪いギャンブルだということが一目瞭然かと思います。ここで余談なんですが、私が中学高校の時の、同級生先輩でパチンコ屋さんのご子息がいましたが、みんなだいたい黒塗りのベンツで、送り迎えされてまして、実家に遊びに行った時に、厚さ5センチぐらいですかねの絨毯の上を靴で上がっていいと言われてびっくりした記憶があります。なので、その時パチンコ屋さんは必ず儲かる仕組みになってるんだなぁと悟りまして、ギャンブルは一切興味を持たなくなりましたが、今考えるとこの還元率のことだったなぁと改めて思いました。続いて2番目になります。モダンコインは実際どれぐらい値上がるのかというところで、先ほどはギャンブルについてご紹介しましたが、その一方で今発売中の人気の銀貨を買うと来年どれぐらい値上がるかというのを解説したいと思います。どんなコインを買えばいいかわからないという方は、以前私が動画を作ってますので、概要欄の過去動画をご覧ください。そして今回紹介するのが、イギリスのモダンコインの伝説のミュージシャンシリーズ3作目の
先日超速報で動画配信させていただきましたデビッド・ボウイの1オンス、プルーフ銀貨になります。でここで注意ですが、投資はあくまでも自己責任となりますので、買うか買わないかはあくまでもご自身の判断となりますのでご注意ください。で話を戻しますと、デビッド・ボウイは3作目と申しましたが、ちょうど1年前に1作目のクイーンが発売されまして、およそ、半年後に2作目のエルトン・ジョンが発売されました。ということはミュージシャンの知名度が、まあ、差はあれど大体同じような挙動を示すものと考えられますので、1年後のデビッド・ボウイの価格もおおよそ予想できると思います。ということで、まず第1弾のクイーンの販売価格と今の販売サイトでの販売価格はこの通りになります。まず第1弾クイーンが2020年の1月に発売されまして、金貨1オンスが300枚限定で、だいたい33万7000円で発売されました。それが今だいたい販売サイトで154万5000円ぐらいで売られてますので、 458% の上昇になります。続いて銀貨1オンスですねは7500枚限定で発売されてまして、販売価格が 12,857 円程度で、こちらが今 85,263 円で売られてますので、こちらも 663% の上昇になります。続いて第2弾目のエルトン・ジョンになりますが、こちらが2020年の7月に発売になりまして、金貨1オンスが250枚の限定発売で、発売価格が33万7000円になります。でこちらが今120万円ほどに上がってますので、だいたい 356% 上昇で、これを年率で換算しますと 712% 上昇ということになります。銀貨の1オンスは7500枚の発売で価格が 13,200 円、それが今 31,999 円になってますので 242% 上昇で、年率で換算すると 484% の上昇になります。ということで、モダンコインの値段の上昇率というのはこれぐらいかと、いうのが分かっていただけたかと思います。続いて3番目の宝くじとコイン投資の比較になります。ここで第3弾のデビッド・ボウイ、12月つい先日発売になりましたが、金貨1オンスが350枚限定で、販売価格が33万7000円、だいたい一緒です。でこちらが、まあ、ある販売サイトではもう72万に値上がってますので、まあ、すでに値上がっています。でだいたい来年末にはですね、先ほどのクイーンとエルトン・ジョンの倍率を適用すると 4.5 から 7.1 倍ぐらい上がるということで、151万から239万、ちょっと幅がありますが、その間ぐらいまで値上がるというのが予想できます。あとは銀貨の1オンスですね、こちら8000枚、まだロイヤルミントで販売されてますが、販売価格が 13,357 円と、でこちらも年末には 4.8 倍から 6.6 倍上昇すると思われますので、6万4000円から8万8000円ぐらいまで値上がると予想できます。まあこちらと比べてですね、ギャンブルにだいたい同じ額の1万5000円をかけた場合の予想金額というのが、まあ、こちらになります。で宝くじ、まあ、1万5000円が、まあ、54% ダウンで6900円になると、競輪は1万1000円、オートレースは1万円、競馬は1万2000円、ボートレースも1万1000円、パチンコも1万2000円になるということで、まあ、この還元率、金額の範囲内で勝った負けたを繰り広げているわけなので、回数をこなせばこなすほどこの金額に集約されていくということですので、要するに主催者側が必ず儲かる仕組みになっているわけです。これを見てもしかしたらギャンブルされる方はフェアじゃないとおっしゃるかもしれませんが、逆にコインの場合はここからさらに1年以上寝かすとですね、
さらに値上がっていきます。またこれを鑑定会社に出して、一番上の70グレードになれば値上がりがまたすごいことになるというわけです。ということでギャンブルと比較するまでもないですが、コイン投資がギャンブルでないということが、この値段の比較で、はっきりとお分かりいただけたと思います。買う値段、買うものですね、これを間違いさえしなければ勝率は 100% と言ってもいいでしょう。これを投資というわけです。投資はギャンブルではありませんということはですね、人気投資系 YouTuber の高橋ダンさん、私よく見てるんですけど、そちらも YouTube で、そういうお話をされてまして、金の投資というのを一番進めていらっしゃる方だと思います。概要欄にリンクを貼っておきますので、ダンさんの金のお話一度聞いていただいたらいいのかなと思います。なので今後もコインの世界は流行り廃りはあるかもしれませんが、確実に伸びていくのではないかと思います。それでは、最後に今回のお話のまとめです。まず1つ目、宝くじはギャンブルなのかということで、宝くじはギャンブルで、還元率はギャンブルの中でも群を抜いて悪いということがお分かりいただけたかと思います。続いて2つ目、モダンコインは実際どれぐらい値上がるのかということで、人気の金貨ではだいたい 4.5 から 7.1 倍、銀貨では1年で 4.8 から 6.6 倍ほどの値上がりが期待できるかと思います。と3番目、宝くじとコイン投資の比較ということで、多くのギャンブルがマイナスになる運命であるに対し、買い方さえ間違わなければコイン投資は勝率 100% ということがお分かりいただけたかと思います。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また今後の励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今後とも皆様に有益な情報を発信できればと思います。それでは最後、これ梶正和さんの本なんですけど、一緒に行きます。レッツコイン。どうもありがとうございました。